はい、どうも山本さんです。そこのお父さん、よく言ってくれました。男2人で YouTube 何ができるんだよって。だからチャンネル登録して力貸してくださいって言ってるんですよ。はい、皆さんこんばんは。ユダットマラのユダットです。はい、こんばんは、村長です。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日もね、はい、初心者向けの方に、はいはい、チケットの買い方、はい、っていうのをちょっとユダットさんに聞いていこうかなと。はい、お任せください。思います。よろしくお願いします。はい、まずですね、チョコボールです。まあ、何を言うかっていう、何をね、質問していくかっていうと、はい、まずチケットっていうのはどこで買うのか。はいはいはい。で、まあどこで買ったら買いやすいとか、はい、でどこでやったら繋がりやすいとか、はい、はい、そこをちょっとね聞いていこうかなと思います。はい、まず1個目、まずですね、チケットっていうのはどこで買えるんですか。はい、どこで買える。はい、まずコンビニ。コンビニ。はい。金券ショップ、はい、金券ショップ、スタジアム、はい、球場ですね、はい、名古屋ドーム、あとネットからも入手できます。はい、ネットからも買えますね。はい、一番ね、おすすめなのはネットですね。ネット、はい、なぜかというと、はい、これドラゴンズ向けなんですけど、はい、ドラゴンズだとドラチケ会員という、ファンクラブまで行かないんですけど、なんか無料会員のやつがあるんですけど、はい、それだと席を指定して購入することができるんですよ、はい、自分から。それもできるのでおすすめですね、これは。はい、はい、だいぶ。でもあれですよね、なんか有料会員になると、はい、ファンクラブ会員になると手数料が全部無料でね。あ、そうです、そうです。できるんですよね。はい、うん、無料会員もありますんでね。まあ、でも無料会員はちょっと手数料がかかってしまうっていうところですよね。はい、はい、わかりました。次のおすすめはどうですか。次のおすすめとしては、コンビニでローソンですかね。ローソン、はい、なんでかっていうと、回線が強い。なんで、例えば開幕戦とかに、はい、そのチケットの発売日の時間っていうのがあるんですけど、例えばじゃあ開幕戦3月30日のチケットの発売日はじゃあ2月26日の10時からリアルやな、はい、っていうのがあるんですけど、じゃあその10時に買いに行くじゃないですか、はい、チケットが欲しいから、はい、でみんな欲しいから、みんなその回線を使うじゃないですか、はい、ほんじゃもうパンクしちゃって、もう回線が繋がらないとかなったりするんですよ、はい、けどなりにくいのがローソンなんですよね、うん、はい、なんでローソンおすすめですし、しかもローソンは僕らは応援結構してる人なんであれなんですけど、やっぱ外野席行くなら応援団近いとこがいいじゃないですか、うん、それを狙うんだったらローソンはね、ちょっとそこら辺結構多いんで。確かにそうですね、24通路とか25通路とかがすごい、はい、多く取れる印象ですよね。はい、なんでね、ぜひ外野スタンド行ってみたい方はローソンおすすめします。確かにね、僕もまあ、家の近くにローソンがあったのが良かったんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっと引っ越してから、はい、まあ、実家なんですけど、はい、まあ、セブンイレブンが一番近くなって、はい、2017年のチケット、まあ、東京ドームのチケットをセブンイレブンで取ろうと思って行ったんですけど、はい、全く繋がらなくて、はい、全然取れなかったんですけど、今まで取れたのにみたいな。そう、でも2014年の開幕戦と2015年の、京セラドームの開幕戦、はい、2016もかな、まあ、この辺も全部ローソンで取れましたね、はい、だからまあ多分2017年のチケットもでも多分東京ドームやったんで、なかなかの倍率やったと思うんで、はい、確かに結構きつかったなと思うんですけど、まあでもローソンが一番回線が強いっていうのは僕も納得できますね、それは。そうですね、はい、まあ、最近まあ量が減ってきてるんで、ね、探すの大変かもしれないんですけど、はい、おすすめになってます。はい、はい、まあ、コンビニで言ったらね、まあ、その辺ですかね。まあ一番いいのはコンビニのその券売機の前でネットも一緒にやることですね。はい、はい、そしたら2台やってることになるんで。そうですね、はい、それも強いですね、はい、と続いては金券ショップですね。金券ショップ、はい、まあ、金券ショップは、まあ、あまりおすすめは、はい、しないんですけど、はい、まあいきなりね、いきなりね、今日生きてえなみたいな、今日めっちゃ生きてえなみたいなね、はい、まあ、そういう時に名古屋ドーム前イオンに金券くんっていう金券ショップがあるので、はい、まあ、確か一番上でしたね、一番上、うん、4階かな、あ、はい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 、にあります、ありますんで、まあ急いで行きたい方は行ってみてください、うん、でもやっぱ金券くんはやっぱ 金額が高いんでね、はい、はい、そこは注意していただいて、あんまりおすすめはしません、はい、まああと続いてが球場は、チケット売り場はゲート付近、名古屋ドームに入っていくチケットを見せる前のゲート付近、まあ、例えばプリズマクラブとか、あれの横にあるな、の横にもありますし、ビジターの方にもあるので、うん、うん、
まあ、これもでもね、やっぱりいきなり今日行きたくなったとか、はい、そういう人にかおすすめしないですけど、うん、僕名古屋ドームでチケット買ったことは多分ないっすね。あ、本当に2回はあるかもしれないですけど、あ、はいはいはい、まあでも学割を利用できるのはでかいかなっていう。ああ、はい、学割、学生の方は学割を利用できます。はい、はい、あとは、ドラチケの発券にしか僕は使ったことありません。あ、はい、それとあのチケット幼児、幼児って言ってたなんか、はい、お子さんとか、はい、連れて行く場合は幼児の場合、まだ小学生になっていない方の場合はあの抱っこしてみる分にはチケット代がかかります。かかりません、はい、でも席に座らせたいっていう風になってくるとあのチケット代かかってくるので、かかります、はい、子供料金で OK です、はい、抱っこするってなったらお金がかかってきます。はい、はい、まあ、あと抱っこしないってなったらね、はい、あと、まあ、大人料金、子供料金、うん、学生料金っていうのかな、はい、ちょっとそこもね分かれてくるんで、ね、子供料金は確か中学生まででしたね。あ、そうです、中学生までが子供ですね。はい、はい、高校生からが大人料金、高校生から大人で大人料金になります。はい、はい、皆さんしっかり守って買ってくださいね。はい、はい、しっかり守りましょう。はい、はい、ということで、本日はチケットの購入方法となど、まあ、チケットに関することについてお話しさせていただきました。はい、はい、まあ、もしなんかもうちょっと詳しく知りたいとか、うん、分かんないことなどあればね、うん、ぜひコメント欄にてお待ちしてますので、うん、ぜひどしどし応募しております。はい、じゃあ今日もね、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、バイバイ、また明日。全国のブレイクの皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。はい、また明日の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。